はい、西田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプのリペアと販売をしております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムのご紹介の試奏動画や技術的なお話、そして作業の模様などお見せしております。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、そして動画の高評価よろしくお願いいたします。おかげさまで YouTube チャンネル登録者数5000人を超えました。目指せこれからは1万人といったところでしょうか。まあ、まだ長い道のりですけれども、動画制作の励みになりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんなわけで今回ですね、もうちょっと売却決まっちゃったんですけれども、紹介ということで参考動画としてご紹介したいと思います。こちら、ボックスの、ナイトトレイン NT15H ですね。こちらですね、当店でよく以前モディファイしてまして、今回、久々にちょっとモディファイ用のサンプルのものがちょっと、まあ、裏から出てきたんで、まあ、ちょっとせっかくだから販売しようということで販売することにしました。内容としまして、いくつか説明させていただきますと、まず一番大きいのがですね、歪みを減らすっていうところですね。やっぱりちょっとね、クリーンで通りのいい音にしたいなと思っても、なかなかすぐ歪んじゃうというところが歯がゆいところで、まあ、歪みをね、主に使う方だったらいいんですけれども、まあ、クリーンでベーシックな音作ってエフェクターで歪みを足したいなというタイプの方だと、ちょっとこうクリーントーンが物足りないなということが多かったので、よりクリーンになるような方向で振りました。あと、こちらブライトとティックであるんですけれども、このブライトとティック、これブライトスイッチのみにしています。ティックモードってこのトーンがキャンセルされて原因がめちゃめちゃ上がるんですけれども、この歪み、まあかっこいい歪みなんですけど、好き嫌いの分かれるところでもありますので、まあ、思い切ってティックモードはなしにして、単なるブライトスイッチのオンオフにしています。これによってですね、このブライトモードの時、まあ、EQ 聞いてクリーンなんですけれども、ブライト入りっぱなしでちょっとキンキンするっていう声も多かったので、そのような形でよりこうブライトを切った形でですね、キンキンしない方向でセッティングしてみました。そしてちょっとスイッチの方周りちょっと一部変わってまして、普通はこのメインのオンオフだけ で真ん中がスタンバイで、オペレーションモードでペントードとトライオードが切り替えられるんですけれども、本機に至っては真ん中でスタンバイ、そして、メインが上にするとオンで、ペントードと、トライオードの切り替えはこちらでできるようになっています。まあ、ちょっと長い説明が続きましたけれども、この後弾いてみましょう。
でしょうか。かなりね、あの4発キャビネ鳴らすとめちゃめちゃクリーンに余裕がある音が楽しめるかと思いますので、またちょっと機会があったら作ってみたいと思います。こちら売約済みですので、お問い合わせはご遠慮ください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。